吉田さん、こんにちは。私は思うんですけどもね、コピペで2万回ですか。本当に求められてるのって、初歩の本当に一番簡単なところなんではないかなと思うんですよ。一番簡単な、それこそね、ネットのスキルとかパソコンのスキルの第一歩っていうところが一番ボリュームゾーンなんではないかなと思うんですよ。例えば月収100万円を稼ぐ方法ですか。これほとんどの人ついてこれないですよ、こんなところ。まあ、ですんで、逆説的ですけども、月収100万円稼ぎたかったら、月収1万円とかね、月収5000円稼げるような、本当むちゃくちゃ簡単な、誰でも最初のイロハのイでできるような、一番のボリュームゾーンをずっとね、発信していくといいんじゃないかなって気がしますね。考えてみたら、私たちがね、いくらね、ネットの、ビジネスすごく大事なことを話しても再生数30とか40とかこんなもんなんですよ。でもコピペ URL のコピペの方法1万回2万回3万回でしょ。だから求められてるのは実はその高度な技術とかマインドセットとかね、だからライティングスキルとか SNS の攻略とかっていうのではなくて、まずはどうやったら電源が得られるのかとかね、マウスのこのボタンは何のためについてるんだとかね、 Amazon のアカウントはどうやって取るんだとか、 Gmail はどうやって取るんだとかね、そういったことが一番ニーズがあるんですかね。それでそこそこ難しくなってくるともうやらないとかね、なんですかね、メールアドレスをたくさん作っていろんなアカウントを量産するとかいうところもほとんどの方が今度やろうと思ってやらないとかね。まあ、ですのでこういうふうに考えればいいのかな。小学校はほとんどの人が行く、まあ、中学校もほとんどの人が行く。でも小学校に通学してきた人の全員が中学に行くわけじゃなくて必ず減るんですよね。それはいろんな理由で減ります。例えば小学校から中学校に上がる前にね、お亡くなりになっちゃうみたいな例もあると思うんですよ。そうなると小学校に勤めてる人が中学に行く場合は数が減ってるんですよね。で、中学から高校に行く場合も進学率とか受験とかお仕事の関係で、まあ中学に行ってる人よりは高校は減るでしょう。で、高校まで行ったけども大学行ってる人行ってない人、これはまたさらに減るでしょう。大学院はもっと少ないでしょって感じで、こういうふうなピラミッドができてる時に一番のボリュームゾーンって小学校の先生なのかなと思うんですよね。だから掛け算の九九を教えたりね、あんな感じですよね。だから中学の数学の公式とか高校の微分積分とか大学の、まあ、物理の法則とかっていうことになるともうほとんどねやる人はいないみたいな。だから私たちがやらないといけないのは大学生とか高校生向けのことではなくて小学生中学生が使えるようなことを、まあ、情報発信していけばいいのかなと思うんですよね。まあ、ですんでね、ネタがない方は、なんとか掛け算の九九とかをずっと動画で喋ってりゃいいんじゃないですかね。ね、それとかね、なんか他にもあるんじゃないですかね。まあ歴史の教科書を1ページ目から読むみたいな、教科書朗読みたいな動画どうですかね。まあ、こういうふうな簡単なやつをやったらどうかなと思うんですけどね。例えば新聞の一面を、まあ、朗読するみたいな。毎朝7時に読むみたいな。そしたらサラリーマンの方助かるじゃないですか。新聞の情報なんてやっぱりあれでしょ、やっぱりかなりたくさんの人が読みたいわけじゃないですか。それを朗読して聞く新聞みたいなコンテンツ作ったらこれいけんじゃないですかね。まあこういうふうに、動画の再生ボタン、こうやってカメラの動画の再生ボタンを押して5分か10分喋るだけで、まあネタは溢れてくるということでございます。だからまあ簡単なことをやればいいんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。